に存在したオアシス都市国家古くは、シュートメシといい、関代に車自然王国、車死後王国などに分かれ、シルクロード交易の要所として栄えた。紀元前一世紀の西域諸国。シュートメシ国は、他の西域諸国と共に、郷土の属国となっていた。郷土の西変実筑王は、動木というを置いて、西域を領させ、常に、延期国、騎士国、 上利国の間に駐屯し、西域諸国に付税し、富宮を取った。元宝元年、菅はたびローラン、シュートメ氏の小国に死者を妨害させられたので、樹氷公の長波道に命じてシュートメ氏を打たせ、ローラン王は捕虜とし、シュートメ氏を破った。これによって菅は、西域のンや大炎の国々に対して、意を振るうことができた。武帝は、長波道を夜行に封じた。 シュートメシを破ったンは、その国を車自然を王国及び、三国六国に分けた。転換二年、ンは強度から降ったスケワ王を開ける王とし、ローラン国の兵を引きさせて車四国を打ち、強度はウケ王を使わし、数万機を引いて車四国を救い、勘軍は撤退した。進むは四年、武帝は十五王の馬通りを使わして、強度を打ち、車四国の北を過ぎ、 再び開け両好を使わして、ローラン、上里、騎手など6カ国の兵を率いて別に、車四国を打たせた。諸国兵は、車四国を包囲し、ついに車四王は降伏し、官に親属した。商帝の時、郷土は4千機に車四国で飛んでんさせた。本、12年、先帝は五将の将兵を使わして、郷土を打ち。 車四国の他者が逃げ去ったので、車四国は再び、関と通行した。強度は起こり、車四国大使の軍宿を召して人質にしようとした。軍宿は、延期国の外孫で、強度の人質にはなりたくなかったので、延期国に亡命した。車四王は、このカラス、高を立てて、大使とした。カラス、高が王となると、強度と婚姻を結び、強度に、 感動を遮るよう教わった。地節2年、勘は、車四国を攻撃するため、二郎の定吉、高位の柴子の無を使わして、距離国で飛んでんさせ、穀物を蓄積。秋、定吉と柴子の無は、城郭諸国の兵一万四人を発し、自ら諸将電子千五百人と共に車四国を打ち、王地の高賀城を攻め破った。翌年の秋、 再び兵を発して車潮をからす、高を岩木で攻める。車潮をからす高が、官軍の来襲を知ると、郷土に救いを求めたが、郷土が援軍を出さなかったので、車潮をからす高は、貴人の生けるなおと表記して、官に降ることにした。その名は郷土偏京国の小釜類を打ち、その人民を略奪し、定期地に降った。郷土は、 車四国が艦に降ったことを知ると、兵を発して車四国を攻撃した。定吉と柴子の無はこれを迎え撃ったが、強度はあえて進まなかった。定吉と柴子の無は一高と卒20人と巣を止め、定吉らは兵を引いて、距離国に帰還した。車四王カラスたかは、強度兵を恐れて景気で右村に奔走した。定吉はその祭祀を距離国に置き、後に、 長安へ送った。丁吉は、離卒300人に別に、車四国で飛んでんさせた。郷土は再び来襲し、城を数日包囲して解く。この後、丁吉は上書して他卒の増員を要求した。先帝は、見事と乗りで調略を使わし、懲役、主戦の騎兵を引きさせて車四国の北戦、余里,里に出動させた。郷土の小希は撤退した。嘘に奔走した。 車市をカラス高はウーソンに止まった。そこでカンは、元社市国大使で延期国に亡命していた軍宿を召して新たな車使用都市を落とし、車市国民を移して距離国に住まわせ、車市国の故地は強度に与えた。これによって車市用軍宿は強度と断絶した。元康四年、次郎の院広則はウーソンを攻め立て、車市用カラス、高の返還を求め、 三宅欠に詣出させ、大をたいその祭祀の住まいを与えた。神尺三年、郷土の実築王は前後に背き、州を率いて、官に聞くだし、森前々異性死者の定吉はこれを迎えた。官は実築王を封じて、既得公とし、定吉を安縁公とした。また官はここで、初めて再祈都合を設置し、定吉に、それを担当させた。元の時代、 カンは再び暴起行為を起き、車島へ王邸で飛んでんさせた。この時、郷土の東、カバノルイ王の心地から氏は、民衆1704人を率いて、西域都後に降ったので、西域都後は、車死亡王国の西を分けてカラスドン、リノチとし、ここに住まわした。元史2年、車死亡王のシュートメク、サッコライ王の東下部とは、カンに背いて郷土に亡命する。新渡の王,王は、 京都に車死亡とサッコライオを護送させ、駐殺する。試験国2年、車死亡のスオケリは京都に亡命しようと図り、ことが漏れて、再生期徒後のただ資金に切られる。スオケリの兄で、捕国校の狐ツネラン氏はスオケリの州2004人を、引いて、畜産を借り、国を挙げて京都に亡命した。早速京都は、狐ツ氏と共に、墓器行為の守れを襲撃して殺し、 賃料と、終わり隊は強度に投降してカラスフントイに任せられた。剣武21年冬、サシャ、王剣の暴虐ぶりを恐れた、車自然王国、全然国、延期国ら十八国はこを使わし入り侍、三竹三角はこれを帰らせたので、十八国は強度に付属した。永平十六年、勘は、ごろの地を取って西域に通じ、車四国は再び男に内属し始めた。 しかし、郷土は兵を使わして、これを撃ったので、再び郷土に降る。永平十八年、明帝が崩御すると、遠期国、紀士国は、再域都後の地が圧し、副行為の各誠を攻撃して殺し、郷土と車四国は、墓機行為を包囲した。永元二年、大将軍の刀剣は北郷土を破り、車四国は、恐れて、前後王はおのの子を使わしている侍させ、並びに、 陰樹金箔を賜う。英元八年、五気行為の策は、車四国王のお灰意しようと考え、鳩とり古行の歳末室を建てた。は、車四前王の上飛大に怒って、上飛大を打ち、その祭祀を捕らえる。明年、漢は、将兵長子の王林を使わし、領州六軍の兵及び京子の二万四人を発して、お撃ち、千四人を、残守捕虜とした。 脇田郷土に入ったが、官軍が追撃して、これを切り、の弟の納期を立てて、王とした。英安志元年、車志豪の軍、衆及び母砂朝が反乱を起こし、甲武芝及び、豚甲行事を殺した。信光四年、西域長子の藩栄は、軍衆を撃って大破させ、これを切った。A 剣元年、繁栄は、 車四号王の納期のこの家督奴及び八なめらを率いて、西兵を発して、北漁の子広潮を打ち、これを破る。藩友はここに置いて上表して、家督奴を立てて車四号落とし、八なめを後部屋観光とした。要吉見三年夏、車四郷武芝は、家督奴ら千五百人を率いて、北郷土を荒れ陸国で演劇し、その老地を壊滅させ、 数百奇を斬首し、前宇の母、末も及び、婦女数百人、牛羊十四万頭を獲得した。ようよ四年春、北、郷土の子広仕は兵を率いて車市工部を犯し、巡定は車市六国を北梁に接近し、再域、平寛都市、遁魂大守に諸国兵を発させ、玉門赤港、囲碁芝を合わせて六千三百機でこれを救い、北梁六三で、 演劇した秋、小広仕様は再び二千人を率いて車指工部を攻め、これを破る。元下元年、小広仕様は三千余計を率いて、囲碁を攻略し、囲碁芝の毛安氏は、理兵五百人を、川の累海の東に使わし、小広仕様と戦い、ことごとく没され、小広仕様は囲碁豚城を攻めた。夏、豚甲大衆の芝たちに、豚甲、主戦、 懲益属国の李氏4 0 0人を引きさせて、これを救い、妻を出て、川の類界海にいたり、小広仕王は聞くなり引いて去り、官軍は、向こうで帰った。栄光元年、車志向部王の新は、ボブ公の玄明とソリが合わず、ついに反乱を起こし、官の飛田勝方形状を行為し、李氏を殺傷した。公部公の住む車両四人は、新たに反して、官に投降。 新たはその母妻子を率いて百余期を従え来た、郷土中に逃走し、遁光大主の総領は上表して車指工部、皇の軍、治むの執志である、飛君を立てて車指工部を落とした。後に、新たは再び郷土中を従えて帰還し、飛君と国を争い、その国人を治めた。五期行為の炎症はその北領を招き寄せ、再域を乱そうとしたが、許して、再び王となり、 新たは投降。ここに置いて被君に賜った印児を奪い、さらに新たを立てて王とし、被君は、敦行に帰り、勘は、車志向部の民三百0長を持って、これを別に増く役させた。建営五年、両州市市の毛うたくは十字の任渡るを遣わし、敦行兵五百人を引き、五木芝の総広寺、西域長市の長安と、延期国、記事国、車自然五部を引いて、 三万四人を合わせ、祖六国の三木中城を攻めたが、四十四日して下せず、撤退した。魏は、車使王の一多雑に、守る義地中を賜い、大問いを合し、義王の印を授けた。この頃の車志公部国は、東勝也国、西勝也国、丹韓国、筆陸国、カバノ陸国、カラスドン、李国を併属させており、王地は、大城にあった。 延期国、宇天国、車自然王国は、全量の長春に長行する。380年頃、全前王と車自然武王は全身に入朝し、大炎は、関欠馬を献上し、祝神は、矢を奉納し、天竺国は、果敢府を献上し、皇居、宇天及び、海東諸国は皆剣士を送ってその方物を、奉納した。382年、車自然武王の渡る、 全前,前王の旧密が府県に調降したので、府県は朝服をたまい、西道にて隠蔽した。そこで、渡るらは、宮殿の壮麗さを見せつけられ、毎年貢献することをこう。しかし、府県はそれを許さず、3年に一密に、9年に一丁と定めた。ここにおいて府県は、行基将軍の旅行を、自設、都督西内諸軍事とし、旅行将軍の拒否。 景気将軍の法明らとと共に再域を正当した。383年、旅行は、長安を発し、前前王の旧密に使い自説、三期上時とと再起諸軍時、ネイニ将軍を加え、車自然武王の渡るに使い、自説、平成将軍、再域都合を加え、その国の兵を率いて、旅行の共同となった。大武帝の初め、 車自然部国が剣士を送って朝婚したので、大部帝は、巫事乗りで皇人の王音星、巨津奈らを使者として車自然部国へ送った。しかし、王音星らは、ルサを渡ったところで、従前に捕らえられた。王音星は、従前河岸の暮れ日下げに対し、不死を持って屈しなかった。後に、大部帝は、暮れ日下げに返還を迫り、王音星らを帰らせた。巨津奈は、 トンに到着し、病死、朝廷はその不死を創始とし、帝という送り名を賜った。443年頃、ソキョムイミナは、弟のソキョヤス州を派遣して車自然部国を破った。太平幕軍11年、車自然王の車いらくは、剣士のタクと、説忠を送って、ソキョムイミナによって壊滅させられ困っていることを、上書した。 そこで、大部帝はこれを部位し、延期国の蔵を開いて、食料を支給した。昌平の初め、車自然部国は使い子を送っている自死。これ以後、車自然部国は、毎回剣士を北儀へ送って調降するようになった。全王国王地は、甲賀城に置かれ、保国公、暗国公、左右勝、トい、機関トい、車市君、通前君、ゴ吉君が、各一人、 役長が二人いた。豪国王子は、ストム塗り谷に置かれ、激古校、左右将左右とい、同民君、役長が、各一人いた。三国時代に王子が来場に移る。車四国は、現在の中華人民共和国新京、ウイグル自治区トルファン地区に存在したオアシスト四国家で、その王とは、高賀城といった。高賀城は現在、高賀古城と呼ばれ、 その遺跡が残っている。高川古城は、トルファンの市街から西へ、約10キロメートル、トルファン盆地の西端にある。東西は、最大が330メートル、南北約1600メートル、東西を2つの川に挟まれた、大地上にあり、天然の要塞となっている。関大前王国後王国三国時代後古十六国時代、前王国北義時代前王国。 ありがとうございます。